神、ニケ。演奏ばかりしていてもいいのでしょうか。指揮官、ご命令を。目標地点に移動します。お導きに感謝します。はいはい、かかってきなさい。ちょうどいいわ、実験してみたいことがあった。うれっ、うっ、お遊びしちゃおう。演奏します。険しい戦場の旋律を。早く終わらせましょう。私は暇じゃないの。今日はここで野営しましょう。はい、視野の確保も困難な上、指揮官は体力を回復する必要があります。そうですか。コンディションイエローと判断されます。お世辞にも体調がいいとは言えなさそう。倒壊した建物内に入ります。さらに周り500メートルまでデコイを撒いておきます。4時間くらいはしのげるでしょう。地上での野営は久しぶりね。わは、私野営は初めてです。とりあえず火を起こしましょうか。キャンプファイヤーはダメ。デコイは私たちが撒いてくる。いえ、私が行く。あなたたちはここで休んで。うん。三原、湯に疲れた。そう？じゃあお願いするわ。ねえ、三原。何？あなたたち、どういう関係なの？どうしてそんなこと聞くの？ユニがあなたにすごく頼ってるみたいだけど。頼る？ユニが？違うわ。お互い仕方なく一緒にいるだけ。人と人との関係ってよく歯車に例えられるでしょ？私とユニはその歯車がすごく歪んでいるの。他の人とは付き合えないわ、その歪みのせいで。でもその歪んだ歯車がぴったりはまる場合もあるの。私とユニのようにね。歪んだ歯車だけど互いにぴったりはまる。はたから見ると結構醜い姿かもしれないわ。違います、綺麗です。ありがとう。歪んだ歯車ね。じゃあ
今度はあなたたちの番よ。ん？あなたとラピ、ずいぶん長いこと一緒だったんでしょ？見ればわかるわ。ネオンは新入りのようだし。はい、秘密ですけど、実は私スパイなんです。すごい秘密よね、確かに。へえ、そうなの。私たちは、そう、問題児なの。うん、いや、不良品かな。ん？ごめん、もう寝てもいい？卑怯ね。多めに見てよ。そうね、特別に許してあげるわ。あら、ユニ、起きて。指揮官が窒息死するかもしれないわ。ユニ、もうちょっと寝る。指揮官、あったかくて硬くて気持ちいい。これ、どういう状況？ユニが師匠をベッドの代わりに使っています。起きて、出発しよう。やだー。